恐れと不安に苛まれる柏木は、ずっと引きこもったまま日々を過ごしています。源氏の君もさすがに、これまでのようにわだかまりなく彼に声をかけることはできなくなってしまいました。これまでは、柏木は六条院での催しには必ず呼ばれて、音楽のことはもちろん、それ以外のあれこれも、源氏から相談を受けるのが常だったのです。また、源氏を慕っている柏木は、親友夕霧がいることもあって、お呼びがなくともしょっちゅう六条院に出入りしていました。それがぱったり姿を見せなくなったことで、世間の人はどう思っていることかと、源氏はちょっと気にしていました。朱雀院の画が12月10日余りと決まり、その私学、リハーサルが六条院で行われることになり、さすがに柏木を呼ばないわけにはゆかぬと判断した源氏は声をかけました。原文で読みましょう。右衛門の神よ、かかることの折にも紛らわせざらんは、意と生えなく想像しかるべきうちに、人、怪しと傾きぬべきことなれば、参りたもうべきよしありけるを、重くわずろうよし申して参らず。猿は、そこはかと苦しげなる病にもあらざんなるを、思う心のあるにや、と心苦しくおぼして、鳥は来て未消息使わす。父おとども、などか開催申されける、ひがひがしきように院にもきこしめさんを、おどろおどろしき病にもあらず、助けて参りたまえ、とそそのかしたもうに、かく重ねてのたまえれば、苦しと思う参りぬ。はじめは病気を口実に断ったのですが、源氏からは重ねての要請があり、父大臣にも、大した病気でもないのだから、無理してでも行きなさい、と言われて、柏木は怯える心を励まして、久々に六条院に参上したのでした。源氏の君に合わせる顔がない。どんなお咎めがあろうか、と、怯えながら言った柏木でしたが、源氏の君は何のこだわりもない風で、ごく普通に話しかけてこられます。けれど、どうお返事したらよいものか、柏木は、やはり、顔を上げて源氏と目を合わせることはできないのでした。原文です。まだ神立ち目なども集いたまわぬほどなりけり。例のけじかきミスのうちに入れたまいて、もやのミスをおろしておわします。さりげなく、いと懐かしく。そのこととなくて対面もいと久しくなりにけり。表紙と整えんことまたたれにかわと思い巡らしかねてなん。日頃とぶらいものしたまわぬ恨みも捨ててける。とのたもお見景色の、裏なきようなるものからいと恥ずかしきに、顔の色たがうらんと覚えて、恩依頼も富に聞こえず。源氏は、柏木のすっかり痩せて青白くなって、一層高貴な雰囲気を漂わせている姿を見て複雑な思いですが、さりげなく話しかけます。このところご無沙汰だったね。でも今日の私学の音合わせにはどうしても君に来てもらいたくてね。それから子供たちの舞の指導を夕霧と一緒にやってほしいのだ。と。柏木はしばらく間を置いてから、病気のためしばらく無沙汰をしてしまったこと、今回は院の音楽の私学ということなので、病を押して参上したというようなことをお答えしたのでした。やがて人々が集まり、私学が始まりました。学人も揃い、賑やかに子供も大人も待っています。そうこうするうちに日が落ち、やがて酒宴が始まります。宴席で、源氏は柏木にこんなことを言ったのです。原文です。主の院。すぐる弱いに添えては、えいなきこそとどめがたき技なりけれ。えもんの神心とどめて微笑まるる。いと心恥ずかしや。さりとも、今しばしならん。逆さまにゆかぬ年月よ。お祝え逃れぬ技なり。とて、うちにありたもうに、人より毛に豆立ちくんじて、誠に心地もいと悩ましければ、意味じきことも目も止まらぬ心地する人を死も差し分きて、空へよしつつかくのたもう。たわぶれのようなれど、いとど胸つぶれて、杯のめぐりくるも頭痛く覚ゆれば、景色ばかりにて紛らわすを、ご覧じとがめて、持たせながら、たびたび敷いたまえば、はしたなくてもてわずろうさま、なべての人ににずおかし。逆さまにゆかぬ年月よ、お祝え逃れぬ技なり。お前さんもいつかは年を取るんだよ。と、こう言って柏木の顔をじっと見つめたのです。他の人にはわからなくても、この言葉が自分の犯した罪を責めていることが柏木にははっきりわかりました。当然のことながら、やはり源氏の君は自分を許す気など終わりではないのだ。柏木は胸のつぶれる思い、とてもお酒など飲む気にはなれず、また実際気分も悪く、回ってくる杯をやり過ごしていたのですが、そんな柏木に、源氏は無理にお酒を飲ませるのでした。そのうちに柏木は次第に体の具合が悪くなって、縁半ばにして、這うようにして退出したのでした。原文です。心地かき乱りて耐えがたければ、まだことも果てぬに、まかでたまいぬるままに、糸痛くまどいて、霊の意とおどろおどろしき栄にもあらぬを、いかなればかかるならん。つつましとものを思いつるに、毛の登りぬるにや、意とさ言うばかり臆すべき心弱さとは覚えぬを、誘拐なくもありけるかな。と自ら思い知らる。しばしの栄の惑いにもあらざりけり、やがて意と痛く患いたもう。そしてこの後、そのまま寝ついてしまったのでした。柏木の病状は重く、両親は心配して、彼を妻、女二宮の元から引き離して、自分たちの家に連れ戻そうとします。悲しむ女二宮を前に、柏木は今更ながら、この人に対して申し訳ない気の毒なことをした、と悔いています。気がない身でありながら、公女という特別な身分のあなたを妻とした以上、長く生きて、それなりの位について、少しでもあなたの身分と釣り合うようにしたいと思っていたのですが、その願いも叶えることができなくなりました。こんな風に泣き泣き話しかけています。この柏木の言葉から、彼がもう生きる望みを失っていること、このまま死ぬことを覚悟していることがわかります。原文です。数ならぬ身にて、及びがたき女からいに、生地に許された手祭りて三郎を印には、長く世にはべりて、かいなき身のほども少し人と等しくなるけじめをもやごらんぜらるる。とこそ思うたまえつれ、いといみじく格さえなりはべれば、深き志をだにご覧じ果てられずや、なりはべりなんと思うたまうるになん、止まりがたき心地にも、行きやるまじく思いたまえらるる。など、片身に泣きたまいて、今はと頼みなく聞かせたまわば、いと忍びて渡りたまいてごらんぜよ。必ずまた対面たまわらん。と、泣く泣く渡りたまいぬ。こうして妻とは再会を約束して実家に戻って療養することになったのでした。実家では病気併誘のための家事祈祷などが大掛かりに行われましたが、柏木の病状は次第に重くなるばかりでした。ずっとあまり食事も喉を通らない状態だったけれど、この頃となってはみかんさえ食べられなくなったとあります。世の人は将来の嘱望される優れた方が重い病気ということで、皆心を痛め心配するのでした。原文です。大井殿はここでは実家の太政大臣邸のこと。六条の院は源氏の君。大将は夕霧です。大井殿に待ち受け聞こいたまいて、よろずに騒ぎたもう。猿はたちまちにおどろおどろしき見心地の様にもあらず、月頃物などをさらにまいらざりけるに、糸と儚き麹などをだに触れたまわず、ただ、ようよう物に引き入るように見えたもう。去る時の夕息の各物したまえば、世の中惜しみ新しがりて、御弔いに参りたまわぬ人なし。六条の院にも、糸口惜しき技なりとおぼし驚きて、御弔いに、たびたび年頃に、父おとどにも聞こえたもう。大将はましていとよき女かなれば、けじかくものしたまいつつ、いみじく嘆きありきたもう。源氏の君も驚いて何度もお見舞いがあったとあります。自分の言葉が柏木を追いやったということに気づいていないのでしょうか。この点はずっと疑問に思っています。勘の鋭い源氏のことですから、うすうす気づいていたと思うのですが、いずれにせよ、この見舞いは柏木の心には届かなかったようです。仲良しの夕霧はしばしば病床を訪れ、病状を心配し、良くなる景色のないことを嘆いていたとあります。死を覚悟したというよりは、自ら死を望むかに見える柏木、彼は、源氏の君に睨まれて、厭われて生きることはできなかったのです。それならばなぜ女三宮と密通などしたのだということになりますが、そこは人間の弱いところ。人は往々にして理にかなわぬ行動をしてしまう、業というものでしょうか。今日はここまでです。